ファミコン、ゴジラ。今や世界的にも有名な怪獣映画の、ゴジラ、を使ったゲームで、当時は興奮しましたよね。地球へ迫り来る、宇宙からの侵略者に対抗するために、ゴジラとモスラの力を借りて、立ち向かっていくという内容です。ゲームはヘックス型のマップになっていて、移動させると、そのヘックスで戦闘が始まり、アクションに切り替わるという、アクションとシミュレーションを合体させたシステムで、怪獣がいるマスでは、1対1で怪獣軍団と戦い、ゴールを目指していきます。制作はコンタイルで、登場する怪獣たちは、どれも迫力があり、BGM もクオリティが高いです。ファミコンなのでちょっと単調で、作業感がありますが、回復アイテムがたくさん出るので、ガンガン進んでいける、まさにゴジラらしい内容だと思います。ゲームボーイ、ゴジラくん、怪獣大行進。ファミコン版に引き続き、コンタイルが制作したゴジラの2作目で、可愛い怪獣たちが動き回る、パズルアクションになっています。ゲームはガールフレンドの、ビジラちゃんを助け出すのが目的で、ステージ上に配置されている、大きな岩をすべて壊すことで、出てくる矢印に触れると、ステージクリアです。ステージは全部で64もありますが、各ステージが 8×8 マスに配置されていて、実質16面だけクリアすればよく、ルートを自分で選択できるので、苦手なステージを避けて、進むこともできます。とはいえ壊すべき岩は、敵や障害物を巻き込んだり、足場にも使えるため、ちゃんと考えないと、すぐに八方塞がりになってしまいます。かく言う私も、2面で速攻ハマってしまいました。パスワードで続きから遊べて、BGM も何気にいい感じなので、意外と長く遊びましたね。スーパーファミコン、超ゴジラ。最近でもたびたび映画化されている、特撮界のレジェンド、ゴジラ。初のスーパーファミコン作品で、ゴジラを操り、宇宙人が操る怪獣軍団に立ち向かいます。ゲームはマップ上を移動して、ゴジラを導きながら、敵怪獣を探す探索パートと、1対1で敵怪獣と戦う、戦闘パートに分かれていて、探索パートでは、映画のようにわざと、ビルや鉄塔にぶつかって、最短距離で進むこともできたり、戦闘パートでは、逃走本能ゲージに合わせて、パンチを決めるタイミングによって、必殺技が変化するなど、他のゲームにはない要素があり、なかなか面白いです。さらに後半では、スペースゴジラの原型とも言われる、このゲームオリジナルの、超ゴジラが登場するので、ぜひその迫力を体験してほしいですね。PC エンジン、ゴジラ爆投列伝。PC エンジンのスーパー CD ロムロムに登場したゴジラ作品で、当時の対戦格闘ブームに乗っかり、ゴジラをはじめとする数々の怪獣たちが1対1で激しい戦いを繰り広げます。メインの CPU 戦はゴジラを操作し、各ステージ2種類の怪獣から1体を選んで戦います。また最終面であるステージ6では、稼いだ得点によって、ラスボスが6通りに変化する内容で、途中にクイズ形式の、
ボーナスステージがあったり、対戦相手によって、ゴジラの姿が少しずつ変化するなど、ゴジラ好きにしかわからない、細かなこだわりがすごいです。その上怪獣たちの鳴き声や効果音、実際にゴジラの映画音楽を作られた人が、BGM を手掛けるなど、まさにゴジラファン納得の、一本だと思います。スーパーファミコン、ゴジラ、怪獣大決戦。スーファミでのゴジラ第2弾は、PC エンジンで発売された、バクトゥ列伝をベースにした対戦格闘で、前作よりも怪獣の数は減っていますが、超必殺や各種ゲージの変更によって、さらに遊びやすい内容になっています。当時の対戦格闘の中では、ゲームのテンポが遅めですが、怪獣ならではの重厚感や、ド派手な必殺技の数々、方向による挑発合戦など、迫力満点で見応えがあります。体力ゲージだけでなく、気絶を促すショックゲージや、攻撃力アップと、超必殺技が狙える、ドゴウゲージによって、諸刃の剣ではありながらも、一発逆転を狙えるシステムは、なかなか面白かったです。ただゲームバランスが、ちょっとおかしくて、空を飛べるモスラは有利で、ジャンプできないデカキャラの、ビオランテは不利といった、怪獣によっての性能の差が激しく、本気の対人戦には向かないですね。PS2、ゴジラ怪獣大乱闘、地球最終決戦。国内ではなく海外のアタリ社が制作した、いわば逆輸入作品で、ゲームキューブ版や、ゲームボーイアドバンス版も、発売されていて、かなり洋ゲーテイスト溢れる、はちゃめちゃな、ゲーム内容になっています。最強の怪獣を作るために G 細胞を狙う、宇宙からの侵略者、ボルタ悪に対抗するため、プレイヤーは一体の怪獣を操り、ボルタ悪に操られている、他の怪獣たちと戦います。それぞれのステージが、大都会や山岳部など、映画にちなんだマップになっていて、正面からぶつかるだけでなく、逃げ回ってアイテムを探したり、建物を壊しまくったりと、いろいろ動き回れます。慣れは必要ですが簡単な操作で、怪獣特有のいろんな技を出すことでき、光線を打ち合ったり障害物をぶつけたりと、怪獣になりきって遊ぶことができます。やはり元は洋ゲーなので、日本のファンからしたら、ちょっと違う気がしますが、これはこれでありでしょう。PS3、ゴジラ。ゴジラの生誕60周年に発売された、記念作品とも言えるゲームで、
60年の時を経て復活したゴジラが、Gエナジーを集めて、自身を進化させるために、日本に上陸します。今までは敵役だったり、怪獣との一騎打ちが中心の作品が多かったですが、今回は怪獣として暴れ回る爽快感をコンセプトにしているため、メインのデストラクションモードでは、名前の通り破壊活動が目的になっています。Gエナジーを取り込むことで、ゴジラが巨大化したり、ある条件を満たすことで、様々な怪獣が出現して立ち塞がったりと、ゴジラの行動によって、ストーリーが分岐していくので、何度でも遊べるのもいいですね。ゲーム中に手に入る進化要因によって、ゴジラの成長をカスタマイズできる、エボリューションモードや、フィギュアやジオラマを配置して、写真を撮るジオラマモードなどの、おまけ要素も楽しいです。その後、画質が向上し、ゴジラだけでなく、他の怪獣も使用できるようになった、バーサス版が PS4 で発売されているので、今からならこちらもおすすめです。PS4 版の映像は、最後におまけ映像として、入れていますので見てね。到着しました。到着しました。到着しました。到点後到着しました。怪獣現れました。モスラです。モスラです。なんて大きさ。そんなゴジラ以外にもこんな存在が。ゴジラという存在がおびき寄せているのでしょうか。ヘドラです。ビオランテです。ガイガンです。この怪獣はデストロイヤです。なんて禍々しい姿。ゴジラを葬り我々人類を。Do a G